子供モードなんかなんだっけと思ってやったらなんかびっくりしたかった。ちょっと待って、調べよう。説明してみよう。子供モードとは、おい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 、チラシがいっぱい入ってる。よいしょ。フリークエスト、会話、バトル、修行、セーブポイント、ミニゲーム、違う、ゲームの構成、どこに書いてあるかね。あった、ありました。子供モードでは音声対応をしていない部分の表記がひらがな、カタカナになります。音声対応していない部分、え、山本さんちとかがひらがなになる、まさか、どういうこと。メモとかがひらがな、あ、メモか喋ってくれない部分の字がひらがなになるってへえ、こういうとこな。へえ、設定はでもここでしか変えらんないみたいだから、いいわ、変えに戻んの大変そうだから。これアングルさっきと違うんだ。学校も行ってないね。友達も行ってる様子なかったんだけど、3月だからもう卒業、あれあれ、高校どうなったんだろう。高校まだ行ってんじゃないか。でも高校行く話なんか一切聞いたことねえな。天気悪いね。これは多分12月5日、1986年の12月5日の横須賀がこういう天気だったっていうことがでかいですね。とりあえず道場はやめとこう。中卒、いやいやいや、どうなってんだろうね。でも関係ないんじゃないか、もうこのりょうくんの人生の中で。もう高校卒業するとか。バーチャファイターキッズみたいな。違うわ。猫行ってみよう。あ、猫はこっちにもいるわ。この猫何もできない。シェンムーでもね、香港編とかでちゃんと、ま、ホテルの窓の外に猫がいたりとかするらしいんだよね。お、人参食べるキューティー、違う、あれキューティーじゃねえ、イベントになっちゃったんだけど。は、行くぞー、やっせー、オーケー、コータ、おい、キューティーかよ、危ない。びっくりした。ごめんなさい。チッ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 、大丈夫。ああ、でも道路で遊ぶときは気をつけるんだぞ。はい、すげえキューティーだな。日常に潜むキューティー。待ってってば。すげえびっくりしたわ、ギョッとしたわよ。めっちゃびっくりしたよ。あー、なるほどね。もうそれどこじゃない、犯人探しだと。寒くないか。かわいいやつだな。餌ってどこにあるんだろう。なんか売ってんのかな、餌を。餌のありか教えてください、誰か。昼間に来るとあんのかな。さっきなんかあったんだけどね。ここ、ちょっとこれ、あった、あ、ない、あ、あー、そこか、行ってみよう。シェンムーは基本的に時間のかかるゲームで、その部分を楽しむ要素が最重要なのですが、さすがにもう面倒になってきたので、いろいろと全力カットしていきます。ノーカット版は気が向いたらね。猫餌か、行こう。コンビニ、コンビニ。おばあさんどこで会ったんだっけ。なんかいるな、何かがいるんだけど。あ、違う猫がいる。でも喋れねえ。ん、傘さしてるじゃん、達也。よ、お兄ちゃん。俺はある、傘さすんねん。困った顔して。このガチャガチャ、次で当たりが出そうなんだ。やめて、そういうの。ねえ、100円ちょうだいよ。ちょうだいなんだ。達也はいつもそんなこと言ってるな。悪いけど急いでるんだ。次で出るって、そんなもん俺がやるだろ。あ、ジェフリーじゃねえか、ふざけんな。これは何が当たりじゃ。これはジェ、おい、なんかセット出たな。ジ
ジュースもう一個飲む。あ、なんだこの茶色いの、なんだこれ、やった、なんだこれ、やったじゃねえ、なんだこれ、おい、やったじゃないぞ、これの解説欲しい。なにあれ、木人、もう木人じゃん、本当に。なんだよ、体験版だとまだこのコンビニ開いてねえんだよ。危ない、入れねえ、入れねえ、自分で入んなきゃいけないのかこれ。曲そういうことです。猫の世話しなきゃとかさ、何名前で呼ぶんかい、コンビニで。まあ今のコンビニとは違う。おい、だから湯川専務いたの今。ねえねえ、旅行雑誌が取材に来てたよ。なんかトレンディー感ある。飛ぶ板って有名になるかもね。あれ、はあ、名前が名前なのに、あの買い物できないんだけど。昨日芸能人がここで買い物するんじゃねえのか、コンビニだから。でも名前が思い出せなくて。芸人と結婚、誰と結婚したんだっけ。巡礼、あ、ありがとう。横須賀、マジで、へえ。横須賀が作ってんだ。湯川専務がいる。こういう感じなの、一個一個か。これを。なんか恥ずかしいの買ってる感じがある。いやいや、こんなの買ってる場合じゃない。猫餌。ああ。そんなんでくじ引けんの。押すタイミングで出るのが違うのかな。おい、意外といいのは当たった。煮干しあった、煮干しなんだ。おお。まあ、ベタなやついっとくか。これを。はい、どうぞ。上にセガサターン、あ、ソフトか。いや、これ初めて当たったかも。あ、本当だ。そうなんですよ。一個ずつか、まあこれでいいか。猫缶じゃないのかな。カズキ君、これを。カズキ君、またね。くじが出ない。なんか猫食いそうなやつがあって。お買い得品って書いてある。ケツポケに入れた？違う。はじきくん、またね。にょ。一体くじを買う条件って何なの？なんかおいおいおい。話があるならお店で。これでいいの？ええ。怖い。わかりました。出ようと思ったら客が来てたわ。そうね。そうだね。湯川専務のあのガムとかなくなるのかな？あれこれ、あ。あ、この人じゃね。いらっしゃい。おじさん。3頭の一人。三頭って知ってます？りょうちゃん、誰から聞いた？父さんからです。父さん、父さんってお父さんかと思った。それで、ジーみたいな。三頭関係の中国人を探してます。違う人だった。だったら、りゅうさん。そうそうそう、米軍の卸じゃないけど。りゅうさんですか。そうそう、理髪店だ。わかりました。え？でも、糸井さん、どうして三頭？昔中国人だったからだよ。日本に帰化したんだ。昔中国人、中国にいた時の名は、そう、ケンちゃん。そうだったんですか。いやこれやってて面白いんだよな。なんかもうもうなんかなんだろうね、すごく手間とかね、時間がかかるけどさ、プレイするのにさ。だけどなんかそれは仕方ないっていうか、その部分に関するストレスはもうないかな、俺は。もうなんか楽しむ部分を理解しちゃってるから、あの意外とね、この手間がなんか楽しさにもつながってんだよね、ちょっとね。しょうがないし、その部分に関してはしょうがないし、そこを楽しめないとちょっとこのゲームは難しいかも。だからもう万人向けのゲームではないんだけど、面白さがわかるとこまでたどり着ければ、すげえ好きになれる作品。バリバリスケバン。あのちょっとちょっとスクーター危ない。安く声かけんじゃねえ。やべ、お高く止まってんじゃねえって。なんか今犬もいた。いない。あ、ね、向こうにいるよ。スケバンチックなのがいるけど、やべ、坂の下ってどこだったんだろう。坂の下多分こ、お前裸のやつがいんのかと思ってびっくりした今。すいません、またスクワットん。俺かターミネーターみたいな。何してるんですか。あんた長井工業何してるか聞いちゃった。いや、そういうわけじゃ。だったら
悪いがほっといてくれ。おう、何気になるんです。どうしていつもそこに。いつもいるの？俺初めて知ったこれ。そこの長井さん。え？なかなか会っちゃくれないが。長井さん。俺が見込んだ男の中の。長井さん。そうやすやすと引き下がるわけにはいかない。なるほどな。そうですか。だからといってそこにしゃがみ込むのもどうかと思うけど。スケバンのとこにあったの？スケバンのせいで見逃したのか。ああ、あれ緑か。スケバンすぎだな、ちょっと。本当だ。完全見逃してた。こんなとこやった記憶ないわ。バーバー。最近バーバーなんたらってないよ。何してんの。楽しそうにしててちょっと声かけづらいな。ダメだ、なんか。リュウさん。よし。ああ、ハズキさん。え？スケバンすぎたからちょっとわかんなかった。え、どうすりゃいいのこれ。それ以上ないの？あ、まあ、ロックオンせよって。こんにちは。いらっしゃいませ。すげえ顔してる。いらっしゃいませ。今日はどのように？いえ、違うんです。やるだろう、ね。中国人のことをお聞きしたくて。おう。あなたは？ハズキと言います。あ、名前知らん。山の瀬のハズキ武漢の。ハズキさん。ほら、あなた新聞に出てた雪の日の。あら、鏡あるね、ここは。いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち3頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なので。あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああ、そうか。ん？その方は80になる私の父です。へえ。戦前から横浜で商売していたので。戦前。確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて。ああ、はいはい。昨日退院したところなんですよ。ちょっと前に色々あって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか。ピンピンしてますよ。え、スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。さっきの公園か。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。あそこだ。ありがとうございます。行って訪ねてみます。あ、なんか間が空いてんね。そう、一作目がやっぱりこう本当に作りたかったものを作っているんで。中村。え、何してたんだ。考え事。え、受験終わったら何して遊ぼうかなって。やばいな。そうか、じゃあまたな。うん、またね。触れちゃいけない感じが強い。どっちだ。リュウさんですか。あ、この人か。そうだ、2人いるんだ。ハズキと言います。山の瀬のハズキ武漢の。ああ、噂には聞いている。お気の毒だったが、何か用かね。え？蘭亭と名乗る中国人を探してるんです。アジイチの父さんたち3頭の方々が、リュウさんなら何かご存知だ。そうじゃない。おお、君は3頭を知っているのか、ね、話は進みそうだね。理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。いつ何時死角に狙われるやもしれない皇帝をカミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りした誇り高い仕事師たちだ。残念ながら嫌な人は喋りません。安定のことですが、その呼び名から察するに、放送の方に出てたから見ちゃった。おそらく中国の闇の組織なものだろう。あるいはチャイニーズマフィアか。そんな奴らがこの横須賀に。政府の入国手続きを踏まずと、そう思うじゃん。 CM 港を拠点に活動を広げられるからだ。近辺の船員に聞いてみなさい。え、必ず何か知っている。船員か、探してみます。急に話すんだ。本当にありがとうございます。いや、CM ってね、頑張りなさい。メインの話だけだとすげえ短いっす。マジで
ストーリーに関係ある話だけど字数つなぎにしたらかなり短いと思う。移動とか省いてね、時間がちょっと来る。おい、なんだイベントか。おは来た、雨降ってんな。おい、俺このQTめっちゃ失敗したんだよ。お前あずき、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか。てめえ、あずきは死んでて喧嘩売ってんのか。えのきさんに詫びれろ。えのき、それともここで勝負しろってか。曲相手してる暇はない。おう、俺に構うな。そうだよ、そうはいかねえぜ。左とかあんのかい。あーごめん、瞬きできない。やりやがったな。その QT 押してない俺。そ、とどめの QT 押してないんだけど。一発殴られたし。俺にはお前らを相手にしてる時間はないんだ。いやもうやったよ。はい、もう倒した。すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。もう一発いってこう。ああ。去っていく。雨降ってっから。おい、大丈夫か。しっかりしろ。QT 入ってくんな急に。びっくりするわ。あ、いたいたいた。原崎に見られた。原崎、恥ずかしい。葉月くん、ちょっといいか。原崎、船員がよく来る店とか知ってるか。おばあさんが現れた。店にはあまり来ないけど、店奥にバーとかならよく来るんじゃないかしら。そうか、仕事の邪魔して悪かったな。いいのよそんなこと。おばあさんが現れた。それより何度も現れる。うん、あんまり無茶しないでね。ああ、分かってる。じゃあな。そのおばあさんを。すいません。おや、すげえ角度で来た。この辺りで船員の集まりそうな場所は。さあね、すげえ角度で出てくんな。そうそう、船員って言えば年寄りおじさんみたいな。私も海の男にモテたもんだよ。昔はね。ドブイダー小町。そうですか。リプレイ。あ、なんか不穏な曲になったの、なんで。おじさん。何があった。よー、りょうちゃんか。あ、お前ここの人だったのか。千鳥足。この辺で船員が集まるところ。二人目の千鳥足。船員か。夜店を閉める頃本当だよ。一杯やりに行くんだろうさ。夜通るですか。なんだけど俺はカラオケ派だから。カラオケ派。船員が行くようなバーはよく知らねえんだ。そっか、さっきの地下のところが本当に船員のいるとこなんだよ。まあ、夜だね。宝寿司。あの中華料理屋みたいなとこってなくなったのかな。話がもうちょっとやりてえな。この枠で締めるにはちょっとまだ早い気がする。まだかな。あ、友達だ多分。確かに。三島。あら、葉月くん。何？船員が集まるところは。わからないだろ、さすがに。うちのお父さん、タンカーに乗ってるから。聞いてあげられるとよかったけど。今はどこに？今頃はインド洋かな。4月まで帰ってこないの。そうか。そういう話か、面白いな。びっくりしたわ。なんか繋がっていくのかと思ったら、もうインドよ。話してる。三島さん。いや、もう一人いないよ。りょうちゃん。どうした、ね、やばいよね。どこか、船員が集まるところ。人に話を聞きたくなるよね。ドブ板でよく遊んでるって、うちのお父さんが言ってたわ。曲やめてくんねえか。お父さん、タンカーの船長なの。インド洋だろ。直接聞けばわかるんだけど、今公開中なのね。結構ここら辺の人はインド洋にいる人が多い。旦那が。え、これお母さん、あれもしかしてあれお母さん、このあれ。そうだ、三島さんって言ってたわ。まさかのお母さんと娘とお母さんにやってたわ。すげえな。そうそう、でもお父さんはいないということも分かった。曲やめてくんねえ、マジ。昔のゲームみたい、昔のアニメの曲みたいなもんか。不穏なこと。おい、いろいろ。めぐみちゃん。お兄ちゃん、あ、
猫ちゃん元気になるかな。そこ餌やんないと絶対全然元気にならないから死なねえけど。そうだよね。猫の名前は決めてあげたのかい。まだなの。お兄ちゃん名前何がいいかな。そうだな、つけんの。おお、サスケタマ。ね、タマ、サスケ。なんかリョウくん的にはなんかサスケとかつけそう。リョウくんっぽく。サスケはどうだい。やだって言う。丈夫な猫になるぞ。やだ。猫ちゃん女の子だよ。ああ、そうなんだ。じゃあタマも無理。サスケ。サスケって呼んじゃってんじゃん。可愛くない。サスケ決定してんだ。聞いてみるね。なんだよ。サスケ若干リョウくんの中でサスケ決定なんだけど。あら、餌は寒くないか。サスケ可愛いやつだな。餌は。よしよし、いい子だ。ちょろりいんじゃねえ。本当だよ、言うかと思ってしちゃう。おい、なんか暗くなってきたぞ。5時になったら、ちょっと待って、これ。うん。来い。どこにある煮干し。お、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 まさか。いけた。腹減っただろう。切り身あげられたよ。曲やめてくんねえか、マジで。うまそうに食べるな、こいつ。美味しいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。5時過ぎぞ。うわーい、ありがとうお兄ちゃん。ごさ、これでいいかな。こんな人いた。ちょっといいかな。ごめんなさいね、私男の人って苦手なの。ごめんなさい、またね。こういう人もいます。あのすいませんけど。同じ声じゃん。これから用事があるんで。同じ声だ。じゃあ、こんなに連続で同じ声の人に会ったの初めてかも。この人は。ちょっといいですか。あ、ほろ酔い。なりにいいじゃん。早いよ、時間も。探し事なら町の人に来てくんねえか。そうですか。フルボイスすぎるだろ。ごめんなさいねーって。あ、いける。これじゃい。もうそっちには来んかい。中華料理屋行きて。餃子でも焼こうかな、今日は。行って。どうしようかな、俺。生活リズムが分かんなくなってきた。すいません。ご注文、どうぞ。え？いえ、聞きたいことが。何でしょう。はい。船員が集まりそうなところを知りませんか。麺のテクスチャーがちゃんと書いてあるよ。姿はよく見かけますけど。面白いね。どこで？この辺りですよ。うちにはあまり来ませんけど、ここらで飲んでるんじゃないんですか。そうですか。あのテレビが上にある感じいいよ。お忙しいですか。台湾ラーメン、台湾ラーメン。何か食べていきませんか。いいね。味噌ラーメンもありますよ。味噌ラーメンも。こってりしてますけど、くどくないんです。説明が入った、ええ、今度ぜひ。お待ちしてますね。じゃあいいね。じゃあ失礼します。え、何なの結局。俺あの3頭の話終わったの、まさか。CM 気抜いてるとイベント進むな。まさか3頭イベント終わり。もう船員に行けってこと。野球中継流してるイメージ。なんかね、なんかザ、なんか無難なところの中で相撲とか曲。や、曲これの船員と、あ、 ここじゃね。ここ無理か。すいません、込み入った話なら店で。うー、終わったか。 それじゃ。 CM はね、そういう意味で何度も楽しめますよ。一回で全部楽しめると思ったらやっぱりそう簡単にはいかない。バーよこすか。曲流れてんの。5時55分。なんだ、怪しい人いる。りょうか。名前知ってる。酒は出せないけど休んでいきなよ。誰もいねえ。お？コーラでいいかい。普通に自販機で買ったみたいになってるけど大丈夫。なイベント、あ、イベント？どうして飲んでんの？とかなんかタダでくれんの？それで何の用だい？関係あったのこのイベント。
え、西条さん、西条この辺りで船員が集まるところを知ってます？あ、船員といってもただの船員じゃなさそうだな。ええ、アングリー NJQ かハートビーツ。ああ、はいはいはい。何時からそこにいるんですか？気をつけな、ヤバい連中とつながってるやつもいる。腕に800円ありで、ありそう。そんなやつもいるだろうな。今のコーラ800円。メモっていくからね。 MJQ ハートビーツ。あら、亮ちゃん。何？明美さん。明美さん、お腹どうしたの？急に。あの、わあ、ま、ライティングいいね。イネさんが心配してるよ。わかりました。東千鶴みたいな、なんかいるね。何一人で盛り上がってんだこれ。何があった？大丈夫ですか？大丈夫か？本当だ。リーガー、あれさっきいなかった？お前どこでもこんな感じ。本当に大丈夫ですか？酔っ払い多すぎだろこの辺。さすがドブ板。え、まさか今のところトイレ？店の中では走りません。あ、さすがに入れねえか。人としてできないこともあるのかな。いや、ダメだ。ああ、はい、入れないけど。いや、これ違う。あの、寝てた人じゃない。いい加減帰んなさい。りょうちゃんにはまだ早いの。わかる？わかりました。わかったの？あの、こーら、イネさんも心配してるよ。言い方が変わったぞ。言ってることは変わんないけど。そう、これがシェンムです。こういうのをまあ、ね、いろいろね、しつこく聞いてみる楽しさもある。あー、延長すっかな。もう一個指導延長。あ、延長がかからない。なんかなんかいるぞ。店に入ろうとしてるやつがいるぞ。すいません、申し訳ない。え、今時間ないね。およし、日本人じゃねえやつがいる。なに、バイク屋さんとかがある。なんか今いた、友達来たね。なんか話してんじゃん。話してんのかな、本当に。中村。なに？全員の集まる場所を知らないから。原崎。原崎はともかく、暗くなると通りの奥に行くみたいだけど、どこに行ってるのか。子供歩いてんだけど向こう。大丈夫かあれ。そうか、心配だな。ちょちょちょ、どこ行った？いた。あ、これ猫の子じゃん。あ、お兄ちゃんだ。遊ぼう。遊べないだろさすがに。この子が一体どこに帰るかちょっと見とくか、せっかくだから。話はしているが、どこに帰るかは。この先に何かあったっけな。あれ、ジーパン屋の人、違う人になってるじゃん。いやー、これ随分あっちか。このドブ板じゃないとこに帰るのか。じゃあやめとこう。なんかめんどくさい。そう、ちょっとねー、若干時間帯的には心配だよ。バイク屋ってどこだ？この列かな？ここら辺、ここら辺になんか地下に入る。あ、違う。どこだろう？あ、これじゃん。ここじゃん。見っけちゃったよ。一個。さっきとは違うとこ。もう両方開けんのかい？自決して走ること、チャイさんにすげえ。変えられてた。なんだって。なんかおしゃれなとこ来たの。まさかビリヤード対決。すげえ。ちゃんとしてんな。あの、よ、なんだ。おお、いい、ね。あの人たちは船員ですか。さあな、自分で聞いてみな。いいね。ただし。揉め事はなしだ。俺も多分わかりました。いや、どうだったかな。ちょっといいかな。へい、ボーイがなんか言ってるぜ。日本語で喋る。あんたたち船員か。さてどうかな。ちょっと言葉とか言えるな。ゲームしないか。お、
ゲーム。ワンショットとしたら U の勝ち。おう、何でも答えない。 QT ですか、ビリヤードで QT。 ミーの勝ち。おう、 U パブンおごる。なるほど、 OK。 優しいね。なんかしてみようか。どうやってやんだろう。落とせばいいんだな。何するつもりだ。投げたね。チャイと二人乗り。二人乗りなんかできんの。 QT かな。おい、本当にやんのかい。マジかよ。おい、本当にやるつもりか。はぁ、十字で A で A を押すと覗き込む。十字で微調整で B で前の状態で、もう一回押す A を押すとってこと。ちょっと勝てる気がしないんだけど。あ、微調整ってめっちゃ微調整。ちょっと待て待て、嘘だろ、これ入れるの無理だろ。こんな視点でしかないの、こんな無理だろ。惜しい、惜しくねえ。そんな、まさかのビリヤードゲーム。物理演算しっかりしてるわ。お金いくら取られんのこれ。おごる。マスターお願いします。あ、高い。ガチャガチャ10回分飛んだ。これ話聞くの大変だから下へぶん殴りに行こう。高かった、意外と高かった。今までの出費で一番高かった。出てないね。あ、ここか。あ、ここだ。ここなら殴っていける気がする。ビリヤードとかじゃなくて、お小遣いももらえるかもしれない。行くぜ。うそーん、すごっ。またムーディーなハートビーツ。うわー、ちょっとなんか煙たいね。なんかいらっしゃい。おい、スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ。片言すぎるだろ。スクールボーイだ。船員か。さあな、名言。中国に出入りしてる船員を探してるんだ。坊主、刑事ドラマの真似ならよそでやんな。おっと、俺に構うな。お、ガキのくせに。お前見たことある。見てる見てる。おい、キューティーかい。わあ、じゃあ。You fresh。見たことあるやつがいっぱいいる。お。あ、りょうくん、もう一回キューティーやんなきゃダメになるこれ。え、これ翌日になる。ヘルプヘルプ。はい。え。はい、やり直しだという悪い例ですから。いらっしゃい。でもこれ、まあね、突然殴られることもあるから、QT は突然始まるのも悪いですよ。はミルクがお似合いだぜ。いや、2回聞いた。あいつらは船員か。飲めやいいじゃん。さあな。グッと飲み干し。出入りしてる船員を探してるんだ。さあ、QT さっきと一緒かな。刑事ドラマの真似ならよそでやんな。俺に構うな。ガキのくせに生意気な。この顔から QT 来ると思わなかったもん。はい、おい。やりすぎ。その辺にしときな。ずいぶん派手にやってくれたな、坊や。俺は中国の組織について知りたいだけだ。教えてやる。不器用だな。え、店やべ。二度と顔を出すな。わかった。チャーリーって男を探す。チャーリー。チャーリー。やつは密輸ブローカーで裏の世界に顔が利く。その中国の組織ってやつも知っているはずだ。どこにいる。やつの愛車はハーレー。ああいう。その辺のバイクショップを当たってみな。ああ、バイクショップ行けってこと。チャーリーの格好は。やつはいつもグラサンに黒い革ジャン。さっき話したやつよ。それと。ああ、いた。腕に入れ墨を入れてたな。腕に入れ墨。いたいた。話は終わりだ。消えな。チャーリー違う。チョコレート工場じゃない。ちょっとやっぱりこう詰まるところがあったりすることもあるので、くじけないで。あ、イベントだ。そうね。
ちょっとくじ引き引きたいよ。三島さんに煮干しをあげようよ。三島さんにあげる。なんだよおめえ。なになになに。原崎の声だ。原崎こんなとこいんの。いい度胸してんじゃん。何の話。俺たちが何者か知ってんのか。うん、聞いていいですか。何者なんて関係ないでしょ。公園か。子供いじめるなんて最低だわ。なんか子供いじめるなんてですか。姉ちゃん、このガキはな、えのきさんの顔にそのおもちゃをぶつけるんだ。どのおもちゃ。あ、これ悪ガキにはお仕置きしてやんねえとな。そんぐらい許してやれ。許してあげたらいいでしょ。同じこと言ってる。かわいい顔しちゃって俺たちとお友達になりたいのかな。うん、寄らないで。なんだとこら、女だからって容赦しねえぞ。86年にはいたんだ。女だからって見くびらないで。面白い。原崎。おお。あ、葉月くん。えのきはお前懲りでねえのか。なんだてめえ、やろってのか。なんだてめえじゃねえ、もうやられただろ。キューティーキューティー。俺は構わないぜ。てめえ。キューティー。違う、キューティーじゃないやつが来る。マジか。教わってないんだけどまだ。よかった、あと10分で見せられたわ。さばきボタンを。さばき、あれ痛いよ。さすがにかわいそう。さばきボタン取るか。あ、これだ。さばく。あ、いて一人に簡単に死んじゃったの。砂漠。あ、終わり。あ、砂漠ボタンが Y ボタンですね。 Y ボタンを押すとこうやって何でも砂漠よ。そしてコマンド入力でこういう技もある。スイッ、はい。いろんなコマンド技があるんでね、ぜひ。ほっ、あ、ダメだ。あ、やっちゃったやっちゃった。このゲームはね、戦いが気持ちいいんですよ。普通に殴らない。原崎に二度と近づくな。いいな。古文踏んだらふんもーってなるから。分かったよ。踏んだらなんかちょっと動く。ありがとう、葉月くん。ああ、やっとできたね。ここまででちょうどよかったな。お兄ちゃん。お前も悪いんだからな。原崎、無茶すんな。とどめを刺さなかったお前が悪い。でも、あの人たちがあんな子供に向かって。分かってる。でも話して分かる奴らじゃない。でも膝ドーンってなったからね。分かった。重いの入ったから。古文に当てる技じゃない奴当てたから。音がさ、重すぎるんだよね。ちょっと素人に当てていい技の音じゃない。ドーン。ちょっと山の木々が揺らいじゃうぐらいの音する。浮かせて空中コンプ。はぁ、あ、面白い。結局あまりバトルがないので、なんかそのバトルばっかできるゲームだと思ってると最初すごい退屈かもしれないんでね、そこは気をつけてください。うーん、おい、ちょっと、あー出た、おごる、おごるやつだっけ。あー、毎度どうした。なんでこの曲なんだよ。だからかわいで、ジュース欲しいけど僕小さいお金ないです。大きい金しかない。買う。おごるよ。どれがいい。おごる。あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。なんか喉乾いてるっつうからな。そうだな。チューやスプライトとか飲ますか。何飲ます。これしかないのか。この左下はないのか。この人技教えてくれんじゃないか。まさかとんでもねえ技を。買わない、やだ、嘘、買わない。何が起きんの。なんて言われんだよ、怖いよ。おすすめありがとう、僕もらうです。メッコールねえわ。米屋の前のメッコール。店で忙しいのかい。ああ、少し。あなた店また来るです。おすすめ、親父さんおすすめ、食べにでも。ああ、トウジさんたちによろしく伝えてくれ。あ、はいはいはい。なんか料理屋にいるんだっけ。親父さんたち伝えるです。一応コカ・コーラボトリングだかなんだ、ボトラーズかなんか。じゃあ僕行く、用事あるです。飲みかけて捨てたの。じゃあな。はい、毎度毎度。なんか難しい顔してたな。てかまさかが何のイベントなんだこれ。そもそもが何のイベントなんだこれ。なんか後に関わるイベントなんだっけこれ。この人かな。じゃあ伊藤のおじさん。いやいや、チャーリーって男を知りませんか。
チャーリーチェームマジで、ああ近頃の若い人は自転車のことをそんな風チェームマジでこうね、いろんな人に話聞くのが楽しいゲームなんだ。どんどん聞いてください。聞けば解決します、大体のことは。知らんねえマジでシェム話しまくれば大体解決するんだけど、結構大変なんで。すいませんけど、だ同じ声じゃんか、お前絶対同じ声じゃんか。この人もかな、あら、りょうちゃん名前知ってる人は大丈夫。近藤さん、チャーリー近藤さんってさっきの立ち話の人じゃねえか。私は聞いたことないわね。サングラスに黒い革ジャンを着て腕に入れ墨をしているらしくて、なぜかジョークだった。そんな変な人見てれば覚えてそうなもんよね、うん、でもやっぱりそうそう心当たりないわ。そうですか、ないか。でもね、こういうのを本当にちま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 やってくるとすごい手がかりがあったりするんで、マジで。チャーリーって男、お前また聞いてんじゃねえのこれ。チャーリー、どんなやつだ。相手手が痛い。いつも黒の革ジャンにサングラスで腕に入れ墨があるんです。ああ知ってますか、うちのスカジャンにアンクセット。そう、これもう一緒のこと言ったね。また来ます。はい、また来ます。パン屋さん、パン屋さんはさすがにホクホクとか言ってる。ゲーセンのおっさんも知らないし。田島、田島人を探してるんだ。なんかチャーリーって男知らないか。うん、外人の知り合いなんかトムぐらいよ。トム、やっぱバイク屋にたまに来るのと、この辺たまにいるのと、もっと知ってそうな人いるじゃない。誰、トムとかさ。ああそうね、そうか、トム知らねえんだよマジで。トムが知らないから来てんのよ。このバイク関係あるのかな。いね、床屋は分からんだろうしな。結構なんか大事なイベント飛ばしてる気すんな俺なんか三島の話が消えたよな。どこだろう。トム、これでフラグ出さったのかな。いやいやいや、何してんの中村マジ。中村なんかよ、いかつい人いたの。本当、トムなんかありそうなのにね。お弁当屋さん。絹代おばさん。いらっしゃい、りょうくん。人を探してるんです、チャーリーって人。うん、ちょっと行ってみようかな、そういう悪いやつがいそうなところに行ってみようか。外人さんだよね、どんな人なんだい。黒い革ジャンにサングラスをしていて客帰った。腕に入れ墨をしてるらしいんです。もしかしてその筋の人じゃ。え、いやね、うん、おばさんも噂で聞いただけなんだけど。ちょっとおばさん遠いな。そんな感じの人たちの事務所があるらしいんだよ。何、長井工業っていう。長井工業、まさかの絹代おばさん名前が出たぞ。長井工業って確か、これがシェンムーです。ジーパン屋の先だって聞いたけど。ジーパン屋の先、ウォータードラゴンですね。あー、でもリョウ君、本当に行くのかい。ええ、気をつけなさいね、無茶するんじゃないよ。このおばちゃんが知ってるのがわからないもんな。トムでもわからないのに絹代おばちゃんわかるっていう恐ろしいゲームだ。なんか処理重いね。この人何？え？すいません。いらっしゃい、りょうくん。服部さん、今いい、これで聞けるかな？なんだい？長井工業って。シェンムーの魅力分かってくれたようだね。よかったわ。俺には伝えられないかと思ってたわ。いえ。神山。誰、りょうくん。あそこには近寄らん方がいい。え？その筋の人間が出入り、その筋よく出てくる。関わらない方が身のためだよ。いやいや、そこで終わったらゲームオーバーだよ。服部さん、長い工業って、足、りょうくん片足乗ってるんだけど、段差やめた方が。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ないな、人前のそばだよ。ほら、赤坂、やっぱ4時間かかるよ、シェンムーの魅力伝えるの。そんな簡単じゃないって。あ、そのすぐそばだ。わかりました。こういう手応えでわーってこう嬉しくなるのが本当にシェンムーだから、はい、なかなかねこれ難しいんですよ。こういうこのシェンムーの魅力って他のゲームではなかなかなかったりするしね。テキストアドベンチャーだとここまでいっぱい入念に探したりできないしさね。だからこれがね、このりょうくんを操作して、この
操作性の悪いリョークを操作して、いろんな人に話を聞いて行く楽しさなんですよ。どこだ？もうちょい先か。あと待って、G番山田先だ。全然先だ。いやこれね、ちょっとでも伝えられてよかったわ。あ、これこっちか。G番や、G番どこだ？ウォータードラゴン。そう、1はね、ほんと、2と1って違う。2はここまでじゃないんですよね。2はここまでなんか上2はここまで入り込めないので、いい、いや悪くないんだよね。1やったら2はやった方がいいけど、こっちから待った方がいいかな。ロシア、ロシア、あ待って、俺が言ってた方で正しいのか。ちょっと待って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 、いいんだよね。暗くなってきた。勝ち込みに行くぞ。で、全然、全然前だね。5年ぐらい前じゃね。いや、それは言い過ぎだ。龍が如くって2003年ぐらい ?2004 年ぐらい。これ99年ですよ。99年年末。この辺か。この辺かな？いや！あったぞ。あったぞ。シェンムーを薄くして薬剤要素入れたのが龍が如くです。曲何なの雑居ビル感すげえ。あ、2005年、5年も後だよ。5年どころじゃねえな、6年後。なんかとっぽい兄ちゃんいるんだけど。すいません、とっぽくねえ。ちょっと、うっせえ。何なんだてめえは。うるさくねえだ。ごちゃごちゃ言ってるとさらっちまうぞ。よしよしか。やっぱりダメか。悪かった、もういいよ。お前には用はない。あ、ダメなの。あ、だ、いけるいける。知ってるよ。ちょっとごめん、静かにしてくれる。その話昨日2時間ぐらいしたから。あの、ちょっと聞きたいんですけど。そんなことより兄さん。兄さん、何を焦ってるのか知らねえが、人生スカジャン来たキャラってそうなの。はい、俺に言うのはそれだけだ。はい、それしか言ってくんないの。いいかな。ああ、なんで。いいね。チャーリーって男のことを知りたい。ああ、あの三して野郎か。偉そうに夜のドブ板うろついてるらしいね。どこに。ミリタリーショップがあんだろ。え、あとスカジャン屋だっけ。話進んできたけど、 あと6分で終わる気しねえ。そこまでやろうぜ。1時半じゃねえかもう。ちょっと、あ、この人か。お前じゃねえ。お前じゃねえけど話。おお、いっぱいいる。ちょっと、意外と親切だ。この人に話聞いて。すいません。うん、悪いが、ちょっと考え事していてよ。ダメか、マッサージチェアみたいになってんな。出直してもらえるかい。あれ、まあまあ話は進んだっぽいから。夜に現れる。へえ、じゃあこれ帰れねえじゃんか。めんどくさいな、チャーリー探し。チャーリーどんなこいつ。ぶん殴ってちょっと暇でも潰してえな。あの、なんだよ。ちょっと、なんだよ。うっせえ。なんだてめえは。ごちゃごちゃ言ってるとさらっちまうぞ。ダメだ、これじゃ話にならない。これはこいつはずっとこれっぽい。もういいよ。結局来たけどここじゃなかったってことか。このゲームは基本的にアドベンチャー要素がでかいです。ただそこのアドベンチャーだから、まあ言ったらね、龍が如くで言えば街に歩いている人みんなと話せて、でその中にすごい重要なことを知ってるやつがいたりとか、自分が探していることを知ってる人がいたりとかね、喋れる特定の人がそういうことを知ってるわけじゃなくて、誰が知ってるか、何時に歩いてるかよくわからんくて、いろんなことを人に聞いてる間に、なんかまあちょっとね、ヒントがつかめたりとか、そういうゲームっすね。遊びづらいっちゃ遊びづらいんだけど、ダメだね、これ。この子たちは知らなそう。難しいね、やっぱシェンムーってね。だからね、ほんと、シェンムーは、すごくこう、有名で名作って、すごく名作っていう人がいるけど、決して名作っていうか、遊びやすいゲームではないです。
そうな、遊びやすさを求めるんだったら中村ち、中村ちいけるかもしんない。中村をストーキングしてみよう。中村って家あったかな。これは危険な香りか。うん、あ、喋りかけられるけど、こっちなんだ。先回りしよう。来た。なんか高校の時のクラスメイトっぽいんだけど、名前知ってる人は大体そういう学校のクラスメイトとか。中村んち先に探しとくか。当時ゲーム内でバイトする不毛さに気づいて投げちゃったな。ジェム2かな。2は2でまたちょっと遊びづらいとこあんだよね。あれ中村が消えた。中村んちどこだったんだろう。なんかこういうとこ住んでそうだけど、北沢だった。ちょっと中村が来ちゃうな、下手すると。ちょっと待って、ちょっと、りょうくんの操作性、りょうくんの操作性、ちょ、あ、中村が行っちゃう。いた、中村どこなんだろう。家、あ、いた、向こうだ。よし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 、いたぞ。お、お、真正面。はっ、はぁ、中村んち、中村んち。いないみたいだ。いるよ、今見たろ。りょうくん、りょうくんちょっとそういうとこある。帰ろ。あれ、中村んちこんなに近所だったんだね。そりゃ知ってるわ。ふふふ、許すっていうか、中村やべえから。幼なじみだわ、中村は。どうやら。じゃあもうとりあえず申し訳ないけど、んー、ちょっと次のイベントに進むまでやろうかな。これ17分で終わる気しねえんだけど。マジで。カラーリングがなんだって、猫娘、確かに。これはあと17分で終わんねえだろ。フォークリフトのバイト。フォークリフトってシェム1だよね。フォークリフトね、レースは面白くないけどね。バイト面白いんだよ、マジで。そこだけでシンプル1500シリーズにしてほしいけど、よくできている。ここで修行できたと思ったけど、上できる。ここで練習できそうだ。できた。これ時間練習してみるか。これいいんじゃない。これいいんじゃない。よし、やるか。ここは結構、おいおい、確か出した技とかが、うん、足技、ああ、敵がいないと。ここまでにしておこう。え、終わり終わり。続ける。時間、あ、時間出てんのか。時間出てるけどあんま関係ないっす。おおおおお、村雨月、どれなんだろう。村雨月とは、動きこんなとこか。ああ、続ける。なんか技は覚えたな。ミシュート。あ、これだ。コマンドが、コマンドが、ここまでにしておこう。やめてやめて、やるやるやる。コマンドが、コマンド出せるよね。ヘルプ、L、 後ろ前 X なんかな。おお、袖付き、これ強いんだよな。これか、あ、これもだよ。ほっ、おっ、来た。出したことない技とかを出すと使えるようなのかな。おっ、おお。やべ、時間そんな経たねえ。時間はそんなに経ちます。投げ技とかどうすんだろう。コラン、バンコラン。なんかどんどん覚えるね君。
今までサボってたね。さては投げ技とかはどうすんだ。投げに関してはなんか別の習得法がある可能性。いやあった、いい技あった。違う、まあ不審者だわな。確かに。お、なんか出た、出足止め。あ、時間は経つな、意外とな。でも7時までは大変だぞこれ。ここまでにしておこう。おー、はい。どうなる、時間は変わらないよね、きっと。あー、はいはいはい、確かに言えてるな。これなんかゲージはこれ増えた分か。2シュート、影狩り、影狩り、投げはどうしようもないよ。あ、投げ系は無理だな。まあ出せば出すほど強くなる。もうちょっとやるか。あら、ダメだ。一日一回かな。スマイリー。あ、なんか花屋ってもう一個あるじゃん。花屋もう一個。お、お前花屋来んのと思ったら違う。あの、そっちかい。悪いが、話は後だ。はい。ゆり子さん。あれ？はぁ、あ。今日はこの辺にしようか。ゆりこさん、ゆりこさんフリーズが起きた。いや、まあ、シェンムーはね、大変なゲームなんでこういうことがあります。皆さん、セーブは必ず1日1回セーブしてください。いやー、まあ、時間的には良かったかな、これ。落ちたね。ゆりこさん、ゆりこさん、いや、あ、何でしょうか、ボブさん。いや、びっくりしたわ。さすがにちょっと5時間近くやってたんで落ちたのかな。あ、お腹減った。チャーリー今度明日やるかもしんないね。さすがにちょっとこれじゃあね。チャーリーぐらいまで見たいっしょ。チャーリーぐらいまでは見て判断したいっしょ。まあ、バグというか、そうだね、バグっていうか、なんて言うんだろうね。まあ、何の話。はあ、土曜のスペインゲーセンのやつ見つけました。うっそ、おい、ボブさんがドリルシューティング見つけたらしいぞ。教えてくれ。 それか本体なのかな。一瞬信号途切れたもんね。え、ラストデュエルって日本にも普通にあるやつじゃん。え、あれ動画は動画。共にアレノの道を行く。ラストデュエル待ちて願い。ボタン触れた。おいやいや、俺のせいにしないでくれ。申し訳ないけど、これはなんだ、フリーズみたいなもんです。おい、だってドリキャスは手が届かないとこにある。とりあえず、お疲れ。今日は無理です。ラストデュエルの特定のシーンは、世界規模で動画が存在しないため、後日、ボブさん自らがプレイし、録画してきてくれました。その模様は2018年4月28日の映画探し枠にて解決しますのでご覧ください。そう、チャーリーは見たい、俺も見たい。チャーリーまでは見たいんでやります。チャーリーのイベントまでは最低限やるんでよろしくお願いします。今日はお付き合いいただきありがとうございました。とりあえずシェンムーの魅力わかんなかった人にも伝えられ、ちょっとは伝えられたみたいなんで、やった甲斐がありました。シェンムーはね、こう名前ばっか有名だったりとかして、あと結構ね、名作名作とか神ゲーとか言う人が、軽く言う人が多くて、それだけ聞いて、なんかそんなに面白いんだったらやってみようかなって、やっぱ軽く手出しちゃう人がいたりするとさ、結構難解なゲーム、遊びづらい、いろんなことをさ、新しいことをやってるゲームなんで、若干遊びづらいゲームでもあるんで、ちょっとね、勘違いさせてしまったらさ、勘違いして遊びやすいゲームだと思って買っちゃったらやらないじゃん。ちょっと難しい。いきなり山本さん家見つけらんねえとかさ、ね、なっちゃうとね。
ちょっとわかんない。まあちょっと若干遊びやすい調整がされてる。さあ予約できんのもあ、そっか、もうページあるんだっけ遊びやすいゲームではないけど遊び応えがあったり遊ぶ価値があるゲームではあるんで、そこを勘違いせずにどういう風に楽しめばいいかっていうのは伝えられたと思うんで、まあ良かったと思います。やった甲斐あったと思います。そんなわけで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。いやー、やっぱいいゲームだと思います。そうそう、だからそれだとねシェンムーじゃない感じもあるのが難しいとこなんだよね。そんなわけでお疲れ様でした。おやすみなさい。夜景綺麗。